Космического времени. Суток, с вами Эви Джевери. Я играю в Геншин. И сегодня мы отправляемся в караван Рибат. Опять, потому что мы должны все-таки выяснить, куда же подевались пропавшие хранители деревни. Мата коко не модотте кита на. Ага. すでによく知ってるみたいだな。ちょ、かくた。いつも防砂壁を見るたびに、なんでこの世にこんな高い壁があるんだろうって思うんだ。なんだか現実的じゃないみたいな。そうだな。私も小さい頃は、ここを通るたびに、あんたと同じ疑問を抱いてたよ。この高い壁は、何のために存在してるのか。そもそも風車なんか本当に壁で防げるもんなのか。大人になってから分かったんだ。防砂壁は風車だけじゃなくて、私たちみたいなものも阻んでるってことに。スメールは偉大なる賢者たちによって掌握されてる。あいつらにとって砂漠の民なんかはどうでもいい存在で、必要な時にだけいればいい道具に過ぎないのさ。安い労働力、使い勝手のいい家畜、ただそれだけだ。砂漠の子供はたとえアーカーシャ端末を手に入れ知識申請を出しても、そのほとんどが拒絶される。教令員からしたら、私たちには資格がないんだろう。セタレみてえな100年に一人の天才は別として、普通の子供には全くチャンスがない。たとえ私たちも同じ人間だと、奴らが本心では知っていてもな。そんな。ブレン。できることなら、この手でこの壁をぶち壊したいぜ。Хотя ее чувства очень легко понять, но она ни в коем случае не должна устроить здесь беспорядки. Ой, Дисия. Омай, кувай кото сио тока те кангайте най ё на. Я, 別に思ってないが。ただここを通ったから、それについて話しただけだ。私たちは、ここで情報を探りに来たんじゃないか。そうだな。あいつらを捕まえに。キャラバン宿駅には人が多い。発言には気をつけろ。私たちの目的を知られちゃダメだ。ここに着いた瞬間から行動が始まったと思え。さあ、まずは酒場に行こう。私の知り合いがいるかもしれない。ちょっと мне кажется, мы, возможно, встретим кого-то.Не очень приятного. Хотя, кто знает. Сейчас бы за дыхи побегать, но, к сожалению, она мне тут не выпадает. Как и Кицин. А да ладно. Может, когда-нибудь повезет. Хм. Айнику. Айцрава инай митай да на. Э? Инай ну ка? Дисия ка? Ха-ха! Хигу да на! Омай мо саке о номи ни кита ну ка?ザキ、よかった。やっとよく知ってる顔に会えたぜ。あ、どうかしたのか。お、隣にいる二人は外国から来たお客さんかい。Привет, чё как? お、どうも。俺はザキだ。リシアの主優って言うべきか。何回か一緒に酒を飲んだことがあるんだ。よく知ってる友人さ。礼儀正しい奴らだろ。こんなに友好的で謙虚な異教人は、滅多に見かけないはずだ。そうだな。防砂壁の向こう側の奴らより、よほど好感が持てるよ。それで、リシアは人探しでもしてるのか?近頃、
エンギルとデリワーとジェバーリを見かけなかったか？ああ、見かけたよ。数日前、ここで一緒に酒を飲んだばかりさ。実は、他国との交流取引が手元にあってな。デリワーたちに手伝ってほしいんだ。どこにいるか知ってるか？そうだったのか。まったくお前はよく考えてるな。デリワーが最近金に困ってるから、助けてやろうってことだろ？これは、あんまり大きな声じゃ言えねえ取引なんだ。みんなキャラバン宿駅で一緒にやってる仲間なんだし、稼げる時は一緒にやるべきだろ。ネリワーたちは体つきもいいし、貨物の護送にはぴったりだからな。ありがとな、ディシア。デリワーは俺の友達でもある。そんないい話があるなら、早くあいつのところに連れて行ってやらないとな。ほら、ついてきてくれ。ちょっと мне кажется, это очень плохая идея. Идти куда-то там ночью в пустыню. Они точно ничего не замыслили. Все-таки они же получаются пустынники, а у них тут как бы свои порядки.Ай, что-то я переживаю. Возможно, дело в том, что я тут проходила когда-то один ивент, который, возможно, рано или поздно выложу, не знаю. В общем, вот где-то в этом месте тут на нас напали какие-то люди. В общем, неприятные ассоциации с этим местом. Вот как раз у этого цветка мы остановились. Ай...И вон где-то там на нас напали, в общем. Не хочу я здесь оставаться. Вообще, я не понимаю, как кандаки бегают на каблуках по песку. Ну, типа, это правда удобно? Я как представлю, что и в эти сандали песок забивается, мне так плохо становится. Ненавижу это чувство песка в обуви. Так, ладно, в общем, мы пришли на место, и что нас тут ждет? Кто точнее? Цуито нуко? Кажется, мы пришли. А, коко да. Демо, даремо инай митай дага. Айцра, конна токоро де нани штерун да? Я ж говорила, чё-то тут нечисто.聞くまでもないさ。それはもちろん、お前たちのようなカモを待ってたのさ。ブリーン、ノッシュア。パパリシ。しまった！待ち伏せだ！ザキ、どういうことだ？おいおい、勘弁してくれよ、ティシア。お前のアール村での言葉が、俺たちの耳に届いてないとでも思ったのか？俺たちの仲間は、この異教人が村に入った時から情報を探ってたんだよ。お前がデリワーを探してることも、お前の仲間に教令員の奴がいることも、お前たちが失踪した驚愕者を調べてることも、全部知ってるぜ。どうやら、私たちは最初から目をつけられてたみたいだな。そんな…こんなことになるなら、セノを村に残すんじゃなかった。お前ら、一番強いやつを村に残したんだろ？今時商売を出しにして情報調査だなんて。自分が賢いとでも思ってんのか？すると、あんたはデリワーの一味ってことか。ディシア、お前みたいな傭兵は外で仕事することもあるから、情報を逃すのも無理はない。俺たちのようにいつも酒場にいる連中はお前が思ってる以上に団結してるのさ。ま、お前も一つだけ正しいことを言ってたな。俺たちは確かにスメールがめちゃくちゃになるのを望んでるんだ。何しろ俺たちは誰よりも砂漠の民と教令員の立場が逆転することを願ってるんだからな。
デリワーへの印象からして、あいつはきっとこの大きなチャンスを見逃すつもりはないだろうな。正直、もしお前が村でやってたことを知らずに、さっきの防災壁に対する言葉だけを聞いてたら、俺もお前が同志だと信じるところだったぜ。デリワー、それにエンギル、あんたもいたのか。久しぶりだな、傭兵の姉ちゃん。知ってるはずだ。俺たちキングデシェレト様の支持者は誰よりも裏切り者を嫌う。ディシア、お前は砂漠の民だから、キングデシェレト様が宗神より優れていることを知ってると思ったんだがな。それがまさか俺たちに加わる資格さえなかったとは。あんたたちに加わって何のメリットがある？過激派になって関係もない学者をさらうことに加担しろってか。しかも噂がまだ全く実証されていない段階で。やはり傭兵は信仰心など持ち合わせていないらしい。ただ金で動くだけか。かわいそうに、ネズミと同じだな。ああ、確かに傭兵は金しか見ない。雇い主こそ私が唯一信仰するものだ。利益をくれるなら誰だって私の友人になれるぜ。たわごと。やっちまえ。ふ思ってた通りだったな。旅人、行くぜ。Блин, и даже сейчас нам не дадут за деки поиграть. Ладно. Зато я тут сейчас могу опробовать калинишку. Быстро мы их раскидали. Дагара! О, майга! Ду сте? 自分が情報通だとでも思ってたのか、ザキ。さっき、こう言ってたよな。傭兵は外で仕事をする時もあるから、情報を見逃すのも無理はない。きっとあんたに情報を告げた奴は、私のことを取るに足らない雑魚だとでも言ったんだろう。何せそいつが聞いた話は実際に私の口から出たものだからな。もちろんあんたはそれを信じる。ほとんど酒場にしかいないあんたたちは私が傭兵であることしか知らず、実際に現場にいる姿は見たことがない。たとえ私たちが魔物退治に行った話を聞いても、きっと主な功績者はキャンディスで、他のものはお飾りだとでも思ってたんだろ。何が狩猟の獅子だ。そんなのハッタリに決まってる。あいつは自分の口で認めたんだ。あれは他の奴に近づくための決まり文句だってな。大方こんな感じか。村に俺たちの仲間がいることを知ってて、わざと偽の情報を流したのか。相変わらず頭が悪いな、ザキ。前に酒を飲んだ時にも思ったが、あんたらみたいに自分を賢いと思ってる奴が一番かわいそうさ。デヒ замахивается ногой, и Заки теряет сознание. よし、これで揃ったな。おお、ディシア、お前はアール村にいた時からこのために準備してたのか？準備なしで終わる仕事なんかないさ。私はただ、あんたたちが外で調査してる間、怪しげな二人を偶然見かけただけだ。でもそいつらを捕まえるんじゃなく、情報を流すために利用するなんて。情報を流した二人はあくまでも手下に過ぎない。首謀者を暴くには長い糸を張り巡らす必要がある。Вот оно что. Поэтому имена, которые ты назвала. 村長の家で言ったすごい迫力の名前のことか。確か丸めの肉屋に
アバタズラの大強盗。あれは全部酒場で聞いた冗談さ。こいつら酒を飲むときはいつも自慢話をしてるんだ。だから自称丸目の肉屋エンギルに、自称アバタズラの大強盗デリワと言った方が正しいな。人には酔い始めると本音を喋るタイプがいる。エンギルとデリワはいつもキングデシレトが優れてるみてえなことを口にしてたのさ。ザキはどうなんだ？自分から釣られたただのバカだよ。ザキは奴らの中でも一番見つかりにくい位置にいたんだ。元の計画では先にデリワーを見つけてからザキを探す予定だった。А что насчет бородатого ятагана? さっき村長の家で聞きたかったのはこれか？ジェバーリはあんたたちが声をかけた村人の一人。イザークとその祖父に料理を作るって言ってたやつだよ。あいつも過激派だったのか？いや、あいつは違う。わざと間違った名前を出して、私が過去の印象から推測しているに過ぎないって、あいつらに誤解させようとしたんだ。ディシアって本当にいろんな手段を持ってるんだな。さすが、凄腕の傭兵だ。ちょっとしたコツに過ぎないさ。それで、言ってたことは全部本当なのか？ん？どれのことだ？傭兵はお金しか見てなくて、利益さえあれば友達になれるって。気になるのか？Мне кажется, ты не такой человек. どうして？ Ты бы поступила так и без заказчика. Потому что ты добрая. リシアも他の砂漠の民みたいに送信が嫌いなのか？あんたたちは本当に鋭いな。だが私は何も他の砂漠の民のように送信を嫌っているわけじゃない。私はドニアザードお嬢様からクラクサナリデビについていろいろといい話を聞いてる。お嬢様の敬虔な感謝の気持ちを私はこの目で見てきた。С волосами дыхи, ну, они взбесились. А эти лежат, отдыхают. Ну ладно. Люблю, когда такое происходит внезапно. Хотя сейчас это немного чересчур разбавляет атмосферу серьезности. お嬢様はただの一般人に過ぎない。そんな一般人のために何度も行動するなんて。本当に人を愛する心がなくちゃできないだろうさ。それに最近起こってるいろんなことを見て、全ての元凶は教令院の賢者だと思うようになった。過激派がキングデシレトを盲信して送信を敵視するのだって単に惑わされてるだけだろ。あいつらのように悪さを何もしてない奴に矛先を向けるようなことはできない。私はまだ正気だからな。ディシア。さて、ここでの件はこれで終わりだ。旅人、ちょっと手を貸してくれるか？こいつらを縛って、村まで連れて行こう。Да, интересный замес получился. И мы возвращаемся обратно в Аару. 襲ってきた連中はこれで全部だ。あとはあんたに任せるぜ。わかりました。終わり次第お伝えいたします。キャンディス、手伝いはいるか？キャンディスなら問題ないさ。信じて待てばいい。それにこいつは長年アール村を守ってきたんだ。犯人を尋問するのにこれほどふさわしい奴はいねえよ。私が結論を得るまで皆さんはどうぞ近くでお暇つぶしでも。旅人、明日の朝またここで集合しよう。Хорошо, как скажешь。こいつら明日まで生きてられるといいんだがな。В смысле? Дотянут。
君に捧げよう。Да, это, конечно, было немножечко предсказуемо на самом деле, потому что, ну, как я уже говорила, вот эти вот пустынники, они, ну, им доверять нельзя. Вот Дэхи, она, по ней видно, что она не такая, она себя и в задании с Дунирзадой показала, как человека доброго, который не только ради денег готов что-то делать, ну и вот... キャンディスはこういう奴らの扱いがうまいんだ。いい知らせを期待しようぜ。あ、ちょっと、можно подслушать, да? 私の質問、聞こえたかしら？ギャー！ Боже мой, что это? Что ты с ними делаешь?Ты это имела в виду, чтобы они дожили до завтра? Типа, она их пытает? Кошмар какой. Ай, мне даже сказать-то нечего. Вот, вот от Кандаки как бы не ожидала, вот вообще, вообще не ожидала. Ну, по ней не скажешь, что она злая какая-нибудь. Наоборот, она вроде как... достаточно добрая, по крайней мере, по отзывам вот, других персонажей. Даже вот Калей, по-моему, говорит, что она хорошая. В общем, не знаю, не знаю. В тихом омуте черти водятся. О. Собственно, давайте это самое, что там, перемотать надо, да? Кстати, что любопытно, обычно камера как бы вверх уходит при перемотке времени, а в пустыне она остается на месте. Это довольно-таки странно. Ну да ладно. Лисия, китазе! Джикан питтари да на. Уже есть результаты. Можики овархазда. Майкара кикитакаттан да кедо. リシアってキャンディスをよく知ってるよな。昔からの友達なのか？だいぶ長い付き合いだ。キャンディスはすごく面白いやつで、戦闘にも長けてる。強大な力を持ってはいるが、他者をたばかるような真似は決してしない。オイラ知ってるぜ。こういうのリーユエでは部族があるって言うんだ。ああ確かにそうとも言えるな。強い信念があるからこそキャンディスみたいなひたむきに責務を貫くやつになれるんだろう。毎日をただ生きてるだけの私たち傭兵とは全く違う。オイラはディシアもいいと思うぞ。そうか、ありがとな。お、あ、вот и Саена。セノもいたのか。ずいぶん早いな。Все в сборе. А, 昨日も来てちょっと手伝ったんだ。手伝い？何をやったんだ？拷問の手法を少しばかり共有した。それってキャンディスにどうやって拷問するか教えたってことか？そうだ。皆さん、お入りください。部屋に入ろう。Мне даже страшно, что мы там сейчас увидим. Надеюсь, там живые люди. Они, конечно, разбойники, все такое, но, блин... Как-то это чересчур, наверное, будет. Хотя, учитывая возрастной рейтинг игры, там вряд ли покажут открыто что-нибудь ужасное. Об этом могут только где-нибудь в текстах рассказывать отдаленно. Кендис! Ойра-тачи! Чего? なんかすごく怒ってるみたいだぞ。おや、隠しきれていませんでしたか？知ってるか？殺意ってのは目を隠しても口元から漏れ出すものなんだぜ。私もまだまだ修行が足りませんね。しかし私が怒るのも当然のことです。皆さんなら分かってくださいますよね。分かってる。もうぶたないでくれ。死んじまう。セノの教えが良かったみたいだな。Ты думаешь, что это Сайна ее этому научил?
Ну ладно, если так, то, наверное, у хорошего учителя хорошие ученики. 自分は死を恐れるのに、平気で他人を危ない状況にさらしたというのですか？滑稽ですね。あなたたちの言う驚愕者は、R 村ではグラマパラと呼ばれています。彼らは R 村の一部であり、家族のように思っている者もいる。その重要な村人をあなたたちは道具として利用した。私は、あなたたちをどうすればいいのかしら。おやめください。どうかご慈悲を。自業自得だな。同じ砂漠の民ではありますが、私はあなたたちよりもこの道理を知っています。キング・デシェレトの復活は、戦争をもたらすのみであると。戦争を好む者など誰もいません。本当の神が誰で、全てを仕切っているのが誰か。そんなこと、ここに住む者たちは気にしていません。たとえ辛くとも苦しくとも、私たちは今の生活を維持したいと思っているだけ。戦争は人々から全てを奪い去ります。そしてそれは、到底背負いきれない責任となってあなたたちに覆いかぶさる。わかりました。申し訳ございません。知っていることを全て話します。どうかお許しを。言いなさい。信じていただけないかもしれませんが、それでも言わせてください。俺たちは決して自発的にこれをやろうとしたわけじゃありません。酒場で噂を流し、キング・デシェルト様が復活することを俺たちに告げた者が確かにいたんです。その謎の人物は、驚愕者がキング・デシェルト様復活の最適な生贄であると言いました。彼らの命を使えば我々の願いが実現できると。彼らのことはグラマパラと呼べ。二度と間違った呼び名を聞かせるな。はい。その謎の人物は、俺たちにキング・デシェレト様復活の知らせを流し、手伝うよう言ってきたんです。見返りとして、キング・デシェレト様の復活を約束すると。Где сейчас хранители деревни? Отвечай живо, а иначе… わかりません。Не знает он. 1どういう意味で？俺の忍耐がすり減った数だ。三つ数えたら、お前を殺す。お待ちよ！嘘はついていません！本当に知らないんです！あれは、彼が。二。彼が俺たちに、毎晩お香であの人たちを誘い出すよう言ってきたんです！そして村を出たら、決まった地点で引き渡す。そうすれば、謎の人物が彼らを連れ去るって。本当です！全部本当なんです！どうか信じてください！もちろん他の二人に聞いてくださってもいい！確かに本音のようだ。旅人、続けていい。Ты можешь предположить, кто этот таинственный человек? 信じてください。もしそいつを知ってるなら、さっきの時点でとっくに話してました。こんなリスクを背負ってまで隠すつもりはもうとうありません。そいつはいつもマントを羽織っていて、顔も厳重に隠していて、それからキング・デシェレト様の使者を名乗ってました。みんな、私に一つ推測がある。アンプおじさん、それはどのような？お見事。おおほほ。続けろ。その謎の人物、もしかすると教令院のものかもしれない。昔教令院の人がここに住むグラマパラたちを連れて行こうとしたことがあるんだ。その時はグラマパラも村の一員であることを理由に断った。でも今思い出してみると、さっき出てきた謎の人物と目的が似ているんだ。そう言われてみれば、確かに教令員のやつが偽の情報を流し、過激派を騙してグラマパラを連れ出そうとしてるのかもな。
自分勝手に人をこっちに送り込んでまた連れ戻そうだなんて、あいつらの好きにさせるもんかってんだ。また強霊院か。Ситария Сумеру тоже упоминала о том, что слухи о возвращении царя Дишрета распускают Академию. Мне кажется, что, наверное, так оно и есть. やっぱりか。でも、あいつらは一体何のためにグラマパラを連れて行こうとしてるんだ？教練員は昔から人を道具としてしか見ていない。動きにこういう変化があったのは、彼らに何らかの用途を見出したからだろうな。とにかく今はグラマパラたちを探し出すのが最優先だ。そうですね。イザークも知らせを待っているでしょうし。そろそろ行こう。村を出て手がかりを探すぞ。ああ、少し片付けをしてから出発しよう。よし、キャンディスは残ってこの過激派たちの処理をしてくれ。村の外のことは私たちに任せろ。はい、わかりました。じゃあ後でここに集合しようぜ。だ。Я не знаю, как это комментировать, на самом деле. 強霊院。一体何を企んでいる？心配そうな顔だな。グラマパラたちのことを考えてるのか？ええ、できることなら直接探しに行きたい。私にとっては彼らも大切な仲間で、村の一員ですから。相変わらずここに強い貴族意識を持ってるんだな。私はダメだ。傭兵なんざどこ行っても野良犬と同じさ。そんなこと言わないでください、ディシア。あなただっていつでもここの一員になっていいんですよ。ありがとな。加わりたいと思った時にはきっと話すよ。Так, а знаете что? Я не знаю, что нас там дальше ждет, поэтому давайте-ка мы подождем до завтра. みんなが無事でいてくれることを願うよ。Поэтому я тут сяду, отдохну, подумаю о жизни, о происходящем, а продолжим уже завтра. Поэтому пока что на этом все. Большое спасибо за просмотр. Удачи вам в жизни и до свидания. Ла-л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 а